私はパニコ、30歳。現在結婚して3年目。最初は夫の太郎と夫婦2人で暮らしていたんだけど、結婚2年目の時に義母が熟年離婚。それからは義母と同居することになりました。しかしその1年後、義姉の美里さんも離婚してしまい、帰る実家がないからとうちに転がり込んできたのです。もともと内気で自分の気持ちははっきり言えない性格の私は文句を言うこともできず、ただただ受け入れるしかありませんでした。ねえ、料理は私が作ろうか。え、あたたたたた、た大丈夫、無理しなくていいのよ。料理ならパニコさんが作ってくれるから。そうだよ、姉貴は何もしなくていいよ。そう？でもそうしてもらえると私も助かるし、お姉さんに手伝ってもらった方が。やめ、ちょっと、それなら料理担当はパニコな。他の家事は分担してするよ。そうよ、とにかく料理だけはパニコさん。ミサト、あんたは料理以外の家事を担当しなさい。いいわね。え？分かった。よかった、やばかった。え、なんか言った？別にパニコもそれでいいよな。いいよな。え、あ、そう、分かった。そこまで言うなら。こうして美里さんが来た時に私が料理担当で、他の家事は夫と義母と美里さんで分担することになりました。しかし、もともと気が強い上に、おとなしい私はあまり好きではなかった美里さん。案の定、同居し始めた頃から美里さんの私に対する態度は明らかに意地悪だとわかるものでした。ねえパニコさん、今日の晩御飯なーに？今日はコロッケです。じゃがいもが今日安かったので。コロッケ？すみません、コロッケお嫌いでしたか？別に嫌いじゃないけどさ、コロッケみたいな庶民的な食べ物を食べる気分じゃないのよね。そうですか。ま、変な味付けする料理よりはマシか。変な味付け？あんたのご飯マジでまずいんだよね。ほんと、一口食べてもう食べたくないって感じ。え、そうですか。お母さんにも太郎にもまずいと言われたことないんですけど。あんたに気を使って我慢してんじゃないの？そんな。あ、わかった。私にだけまずいご飯出してるんだ。そんなわけないじゃないですか。ちゃんとお姉さんにもみんなと同じもの出してます。ほんとかな。じゃあ今日は頼むから美味しく作ってよね。美里さんはこんな風に毎日私の料理をまずいとけなしてきます。何を作ってもまずいの一言。私は内心イライラしていましたが、それでも夫と義母が美味しいと言ってくれるので我慢していました。そんな日が続いたある日のこと。あ、今日は筑前煮か。お姉ちゃん筑前煮大好きだったわよね。まあそうね。今日はお姉さんの大好物を作ってみたんです。お姉さんに美味しいって言ってもらいたくて頑張ってみました。そう言って美里さんは料理を一口食べました。しかし、まずー、何これ。え、こんなまずい筑前に生まれて初めて食べたわよ。そうか、俺はうまいと思うけど。そうよ、パニコさんの筑前にとっても美味しいわ。太郎もお母さんもこんな料理が美味しいっていうの？舌がおかしいんじゃない？私、もういらない。そんな。せっかく作ったのに、美里さんは筑前煮を残飯コーナーに放り入れました。それを見た私は、悲しいというよりも、ふつふつと怒りが湧いてきました。もう無理だわ。こんなまずいご飯毎日食べるの無理。お腹減ったのにどうしてくれんのよ。料理もまともに作れないならカップラーメンでも作ってなさいよ。私はついに我慢の限界。自分の中で何かがプツンと切れる音がしたように感じました。
私は無言のままつかつかとキッチンへと戻り、美里さんに言われた通りカップラーメンを作り始めました。そして出来上がったカップラーメンを美里さんの目の前に出してあげると、美里さんは満足そうに食べ始めました。はぁ、やっとまともなご飯が食べられるわ。そう言って食べ始めたのですが、一口食べた瞬間に大噴射。向かい側に座っていた義母の顔に思いっきりかかりました。美里さんは泣きながら口をゆすぎに行き、大噴射を食らった義母も悲鳴を上げていました。そうです、私は頭にきてカップラーメンに入れるお湯の代わりにお酢を入れて出してやったんです。カップラーメンからはすごい匂いがしましたが、実は美里さんは花粉症で年中鼻が詰まっているため、わかるはずもありません。しばらくして洗面所から涙目で戻ってきた美里さんが怒鳴り散らし始めました。ちょっと、酢ラーメンとかありえないんだけど、どういうつもりよ。すみません、だって私の料理はまずいんですよね。味覚のおかしいお姉さんには酢ラーメンがぴったりだと思って。はあ、あんた頭おかしいんじゃない。料理の味もまともにわからないお姉さんの方がよっぽど頭がおかしいように思いますけど。なんですって。味覚とおつむだけじゃなくて耳も悪いんですか。お姉さんの方が私よりもよっぽどおかしいって言ってるんですよ。美里さんはヒステリックに叫んでいましたが、一方で太郎と義母は普段おとなしい私が義士に言い返しているのを見て驚いて固まっていました。まずいご飯をまずいって言って何が悪いのよ。じゃあ言わせてもらいますけど、お姉さんは私よりも料理がうまいんですよね。当たり前じゃない。あんたみたいなまずい料理より数倍、いや数十倍も美味しいわよ。じゃあ明日からお姉さんが料理をしてくださいよ。私よりも料理がうまいんですよね。はあ、それとも自信がないんですか。私よりうまく作れる自信ないんですか。そっか、だから作らないんだ。そっかそっか。なわけないでしょ。私は学生の時家で料理をしてたんだからできないわけないじゃない。作ってやるわよ。ま、待って、それはちょっと。太郎まで何よ。私もやめておいた方がいいと思うよ。料理はパニコさんに任せましょう。お母さんまでパニコの味方すんの。だってお前の料理は。私だって料理くらいできるわよ。パニコさんの料理なんかに負けないくらい上手に作ってやるわ。そう言って美里さんは料理をし始めました。私はわざと挑発したのですが、それに気づかずにうまく乗ってくれた美里さん。太郎と義母の様子から美里さんの料理が壊滅的だということは薄々わかっていました。太郎と義母は私たちのやりとりを黙って見ているだけでしたが、美里さんがいざ料理をし始めると二人の顔はだんだんと曇っていき、額には油汗までかいていました。しばらくして出来上がった料理を三人の目の前に置く美里さん。ほら食べてみなさいよ。あんたの料理なんかと比べ物にならないくらい美味しいんだから。美里さんがそう言うので太郎も義母もしぶしぶという感じで食べ始めました。私ももちろん一口食べましたが、私が文句を言おうとする前に太郎と義母が口を開きました。ほら見なさいよ、私の料理を食べて二人ともこんなに感動して美味しくない。うえ、まずすぎる。え、まずすぎる。美味しくない。二人がそう叫んだので美里さんは呆然としていました。私はそこでようやく口を開いて言ってやることにしたのです。この際だから言いますけど、お姉さんは料理のセンスゼロです。いろんな調味料入れるから味のまとまりがないし、野菜の切り方もバラバラ、何でもかんでもただ適当に入れただけで、これは料理とは呼びません。もともとセンスのないお姉さんにアドバイスしても仕方ないのですが、ただ一つ言えることは、お姉さんは食べる人のことを全然考えて作ってないってことです。
食べる人が笑顔になったり健康になったり、そういうことを願って料理したことありますか？それは私は毎日考えてますよ。太郎やお母さんが美味しいって笑ってくれるように、私が作ったものを食べていつまでも元気で健康にいられるようにって。料理を担当する人が最低限持つべき気持ちじゃないでしょうか。私がここまで言うと、美里さんの目は涙でいっぱいになっていました。すると黙って聞いていた太郎と義母が思わぬ援護射撃をしてくれました。母さん、もうこの際だから姉ちゃんに言おう。その方が本人のためにもなるよ。そうね、その方がいいかもしれないわね。まだ結婚前実家にいた頃、姉ちゃんが作ってた料理まずかったんだ。本当に地獄だったよ。もうあんな思いしたくないんだよ。そうよ、また前みたいに地獄の毎日だと思うと私もう病気になっちゃいそうよ。だからお願いだから、料理担当はパニコさんに任せてお願い。太郎と義母が必死にそう言いながら美里さんに頭を下げるもんだから、美里さんは顔を真っ赤にして自分の部屋にこもってしまいました。その後美里さんはというと、なんだか内緒でそそくさとどこかに出かけていくことが多くなりました。お母さんの話によると、どうやらこっそりと料理教室に通い始めたようです。料理教室に通い始めてから、きちんとした料理がとても大変だということが分かったのか、文句を言うこともなくなりました。絶対にいつか見返してやるんだから、絶対料理上手になってやるんだから。美里さんは夜中にそうブツブツ言いながら練習をしているみたいです。私は相変わらず料理担当ですが、いずれ美里さんが料理上手になれば担当を代わってもらえる日が来ると思うと待ち遠しくてなりません。今日はやけにテンション高いな。もうすぐで私が料理を作らなくて済むからね。ひしし。え、それって姉貴が？うん、楽しみだね、その日が来るのが。ひしし。いや、地獄だよ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。